どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するワールドはトライアングラー。置かれているギミックの法則を見つけ出して謎を解き明かすパズルワールドです。ワールドに入ると目の前に三角形のマークにスポットが当てられています。デジタル空間っぽくなっており、雰囲気もとてもいいです。矢印が伸びているのでその通りに三角形のマークに近づくと上からステージが表示されます。数字の書かれた粒子に近づくと演出が入り、ここから謎解きが始まります。最初は動かせるキューブがあり、床には赤と緑のパネルが置かれています。キューブを動かしたりすると床のパネルの色が切り替わります。この切り替わりを利用して緑と赤を特定の形にすることが目的となります。正解すると効果音が鳴り、戻るとクリアしたステージが緑色になって、奥にはトロフィーが出ます。トロフィーに近づくとクリア部屋に転送されてトロフィーを獲得することができます。このトロフィーを3つ集めることがこのワールドの目的となります。最初の問題はチュートリアル的な側面もあり、2つ目以降はステージが増えるようになります。問題の方も形が異なっており、様々なステージがプレイヤーに立ちはだかります。とはいえギミックは豊富でも、実は一貫して最初の1の1と同じ法則の答えになっています。一見複雑に見えますが、やることは変わりなく、ギミックをうまく操作して進むことになります。こんな感じで謎解きというよりは、ちょっとしたアトラクションを楽しむ感じとなっています。プレイ時間は30分ほどで、直感で解き明かせるパズルが数多く存在します。このトロフィーを3つ集めることが、このワールドの目的となります。こんな感じでパズルを解いていくワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。